これなんだ。リンゴ。よいしょってね。はい、リンゴ好きですか。リンゴ好きですか。はい、そう、はい。経験と思いが詰まった撮影の時間。ここは家族の歴史を写真に残す町の写真館。五泉市村松の近藤写真館。中に入ると吹き抜けの階段と表情豊かな写真の数々が目を引きます。着付室がそこにあるんですよ。まあ、衣装いろいろありますけど、はい、あのドレスでも着物を着て降りてくる時っていうウキウキして起きて、そしてコケスタジオ入るとね、はい、もう気持ちが乗ってくるんですよ。なるほど、うん、ママさん3代目の近藤道さんはスタジオカメラの撮影を始めて60年、常に頭にあるのは被写体がいかに綺麗に映るかです。女性はこの光にこういうふうにした方が綺麗に映る。ちょうどその光の反射、うん、こうなりますから、こっちがシャドウに落ちるでしょ。長年の経験を生かした撮影技術、写真師としてのスイッチは突然入ります。ちょっと一枚撮ってみようか。そこいいんですか、うん、ちょっと腰掛けてみますか、はい、あれそうですそう、もう一枚ね、頭ちょっとこっち倒すと可愛いかな、はい、うん、そうそうそう素敵、はい、オッケー、あ、うん、ものすごくいい、そのぐらいで、うん、そうそうそう、行きましょうね、そう、はい、オッケー、はい、お疲れ様です、はい、なんかあの撮ってらっしゃる時、はい、先ほどお話ししてる雰囲気とはまた違く、あ、乗っちゃうんですねあ、ちょっと小さいけど、はい、こんな感じ、わー、素敵はい、すごい近藤写真館は道さんの祖父龍一郎さんが1913年に開業しました。その後両親が後を継ぎますが、火事で写真館が全焼。再建に向けて奮闘する姿を見て写真師を志した道さん。5年間の修行を経て1968年に写真館の3代目となります。6年後には夫修さんと結婚し、夫婦二人三脚で経営してきました。しかしちょうどその20年前の12月の22日、そして帰ってきたらその仕事場のところにね、あの椅子からこう崩れ落ちていったもんですから、夫の修さんが脳出血で倒れ入院、後遺症で言語障害と手足に障害が残ったため写真師としての仕事ができなくなりました。修さん、あの辞めるとき助け合うのが夫婦なんだよね。何も心配しなくていいよ、私が後を何とかするから、よく養生してねって申しましたらね、ポロッと涙こぼしました、うん、それから20年写真館を守ってきた道さん、今年9月にスタジオで1枚の写真を撮ります。ちょうど結婚50年、金婚だから、あのスタジオで2人の写真撮りたいから連れてきてくださって、この写真が撮れたんです、はい、当時介護施設に入所していた修さんの80歳の誕生日に合わせ一時的に帰宅し撮影。あまり多くはなかった二人で写る写真。この一枚が夫婦で撮る
最後の一枚となりました。その1ヶ月後に天に召されました。はい、悲しむよりも ありがとうございました、今まで、この世に留めてくださってっていう、そういう感謝の気持ちの方が余計でね。210OK だな。 OK。 その次は今月中旬、撮影に向けて準備をする姿がありました。確認ですね、はい、抜けてないように、はい、ですがハードな面です。そしてお客様いらっしゃるとソフトな面なんで、もうシビアに待ってましたよ、おめでとうこの日は五泉市に住む大関さん一家が来館。4人兄弟の次女桃香ちゃんの七五三の記念に写真を撮りに来ました。あ、桃香ちゃん素敵よはい、はい、ねえ、学校行って何が楽しいですかねえ、もう何が好き？高校はどいつこ、そう、そうなんだ。会話をしながら緊張を解いていきます。そのお顔でいい、そう、はい、よし、今それでいいわ。おすましのお顔いいねかわいい、その表情いい。はい、その次、これはよし、もうちょっと待ってね、タイミング、これはよし、 OK、 かわいいね、よし、 OK。さまざまな手を使って笑顔を引き出していくみつさん。ももかちゃん、すごくいいお顔したよ。あと楽しみにしててね。うん、ね。緊張した？楽しかった。楽しかった。実はももかちゃんの母エリさんも子供の頃から近藤写真館で写真を撮っていました。結婚し子供が生まれた今も続けている習慣となり、アルバムのページは増え続けているといいます。何回でも見返せるいいあっという間に ね大きくなっちゃうから、こうやって写真が残ってると、うん、こう、うちの歴史というか、うん、ね、こういいよね、見てるとね、うん。お祝い事や何かの記念に写真館で思い出の一枚を残す、その価値をエリさんは感じています。私が結婚した時にうちの母が改めてアルバムにしてくれて、それをそのままプレゼントしてくれたんです。それがもう本当に、うん、ちょっと思い出すとあれですけど嬉しかったです。そういうのが本当にこうやって今まで撮ってきてよ、うん、いいことだなって思いました、はい。県の写真館協会によると、少子化の影響などもあり県内にある写真館は16年でおよそ30件減少しています。しかし道さんは世代を超えて思い出を残す写真館だからこそ、なくなることはないと話します。この文化はなくならないと思います。それはただ撮るだけでなくてハートですから、思い出が親を思う心になるんでしょ。写真館は努力次第ではね、絶対つながるんです。みつさんには後を継ぐ子供はいません。自分の代で写真館を閉めることも考えたことはありますが、今は第三者への事業承継も視野に入れています。できる限り近藤写真館を残して
家族の思い出をつないでいく。そのためにみちさんはこれからもシャッターを切り続けます。体力的にね、多分限度があると思いますけど、気持ちの上ではもう愛を与えたいと来られたご家族、お子さんたちにはいっぱいの愛を与えたい、そして自分のできる限りのいいお写真を残してあげたいなという、その気持ちだけですね。